これはこんなひどい。さあ来い。これ疾風よ。ラスト。やったね。私だって戦える。やった、おしまいだね。やったね。よし。こっちが先だね。この調子。なもの。決める。やったね。これならちょっと待って。これ癒しよ。傷がしまった。あれ癒しよ。よし。あれ、嘘。よっと。一旦逃げましょう。不意をつかれた。ここだ。疾風よ。この調子。これで封じる。疾風よ。ラスト。次も頑張ろうね。生存者はいないのか。どうしたの？ダメだ、マリー。大丈夫か？どうしてこんなひどいことが。世界中が今こうなっているっていうの？だから生贄の儀式が必要だっていうの？それは。お願い、何があったか教えて。何を聞いても私。行くぞ。決める。さあ次へ進もう。大丈夫か？うん。ああ、行こう。まずは聖杯を探さないと。これなら。これなら。できることをしなきゃ。効かない。お願い、力を。進むんだ。それしかない。これなら。こいつはどうやら聖杯を取り込んで強大化したようですね。じゃあこいつを倒せば。ええ、ですがお気をつけください。聖杯により強大な力を得ているはずです。来る。私だって戦える。ここだ。疾風よ。どうだ。豪華よ。くらえ。癒しよ。これなら。これで封じる。癒しよ。頑張らなきゃ。これ。癒しよ。これなら。食らえ！癒しよ。これで安心だね。よっと。はい。癒しよ。これで安心だね。癒しよ。これで安心だね。癒しよ。不安はないわ。回復を。癒しよ。不安はないわ。効かない。豪華よ。食らえ！有利な状況に。終わりだ。勝つしかないんだ。これが聖杯。杯っていうよりリングみたい。スタウィン、マリー、気持ちはわかる。どう言い訳しても俺がオーランドを殺してしまったことは事実だ。だから俺を憎んでく。これで同じことを俺にしてくれてもいい。今は言えない。マリーに話すと俺はきっと自分の罪から逃げてしまう。ダミー、目をそらしたくないんだ、その事実から。だからもう少し待ってくれないか。変なとこで頑固なのは変わらないわね。ダウィンが話してくれるまで待つわ。でもこれだけは覚えておいて、私は何があってもあなたを信じる、そう決めたってことを。ありがとう、マリー。コナー、あの町、僕の住んでる町なんです。先ほどの光景、あれがこの世界を覆う現実です。惨状が広がるのはあの町だけではありません。今改めてあなた方に世界の運命を託しましょう。そのための次なる一手、ソピアコアの奪還をよろしくお願いします。a mamá? ここ知ってる場所なのか？まあね。始めるよ。遅いね。そんなもの。覚悟はいいかい？せや！いや来たね。さあ出てきな。やったな。よし。始めるよ。どうだ。遅いね。これ。力を貸してくれ。俺たちの勝ちだ。崩落したのかい。そっちに何かあるのか。いや、何でもないよ。やるしかない。おい、やきたねえ。そんなもんかい。遅いね。気合だ。ない。おかしいね。そんなもんかい。しょ。苦戦したね。大丈夫だったかい。これならチャンスだ。どうだ。いやきたねえ。終わりだよ。この拳に壊せないものはないよ。チャンスだ。どうだ。いやきたねえ。終わりだよ。やれやれだね。私の拳を味わいな。どうだ。いや来たね。当たらないよ。俺たちの勝ちだ。これなら。リーファ。やれやれ。私もまだまだだね。どう。あんな悲惨な状態を見た後なら。動揺もするさ。見慣れているはずだったんだけどね。私の国はね、小国がいくつも集まってできた連合国家だ。人種も思想も生活習慣も様々だからね、頻繁に争いが。連合国家。あ、じゃあリーファの国はまあね、私が所属しているフーカって組織は争いを未然に防いだり止めたりするのが目的なんだ。文字通り火を封ずるために自分たちも武装して武力によって争いを抑え込む集団だよ。武力で。でもそれじゃあ。それじゃあ争いはなくならない。すぐに思い知らされたよ。自分が思っていたことはただの理想だってことに。ひどい国だなんて思ってたけど、それでも今あんなことになってるかと思うとやり。リーファ。よし。私の拳を味わいな。おいやきたね出直しな。やれやれだね。何でもできそうだ。何でもできそうだ。流れはこっちだよ。どうだ決まりだ。これちょっと熱いよ。遅いね。これ進むんだ。それしかない。いい調子だよ。さあ来い。さあ出てきな。俺たちの勝ちだ。かかってきな。おっせや。そんなもんかい。氷な。さあ出てきな。進むんだ。それしかない。承知いたしました。すべては御心のままに。これで貴様たちの希望は一つついえた。あんた何者だい。我は四騎士が一ルール。愚かな人間どもよ、我が主復活の邪魔はさせぬぞ。我が支配を受けるがいい。行くぞ。これで果実を使うよ。制約の火よ、我が支配を受けよ。我が支配を受けよ。我が支配を受けよ。制約の風よ、遅いね。我が支配を受けよ。制約の風よ、制約の火よ。くらえ！落ち着いていくよ。傷が制約の風よ、効かない。愚かな人間どもめ。制約の火よ、そんなもの我が支配を受けよ。回復を。いい調子だよ。せいぜいへこみな。制約の水よ、我が勝利に射抜かれよ。回復を。勝負。さっさと先に進むよ。我が力、いまだ完全ではない。やれやれ、ちょっとしんどかったね。憂慮すべき事態です。すぐにホールへお戻りください。これなら。神が恐れていたことが起きてしまいました。恐れていたこと？あなた方が先ほど遭遇したもの、彼らは四騎士と呼ばれる災厄を守護する者たちです。この世に終末を導く破滅の騎士たち、よもや彼らまで目覚めてしまうとは。彼らってことはさっきみたいのがまだいるってことかい？その名の通り、彼らは4体それぞれ異なる能力を持つ異形の騎士たちです。まだ力を取り戻していないようでしたが、あの強さ、もし完…それはいいんだけどね。ちょいと確認したいことがあるのさ。あんたは私らが選ばれた理由を強きソピアを持つとかって言ったけど、それにここにいる連中はみんなオーランドに関わりのあるやつばかりだし、さっきのところは私がよく知ってる場所だった。いろいろとできすぎてやしないかい？あなた方をお選びになったのは大いなる神のご意志です。疑念を抱いてはなりません。殉教者リーファ、あなたと殉教者オーランドの息子を守るためにも。え？息子？愛する男への未練を引きずったまま、あなたは多くの人間を手にかけました。これはその罪を償うために神がお与えになった機会。そう話をあぐらかすんじゃ。一度時間を置いた方が良いようです。吠えるか、人間どもよ。何？貴様たちが求めし魂の結晶、その一つは我が手にある。取り戻しとくば、我が闘争に応えてみせよ。今のは新たな四騎士が目覚めてしまったようですね。新たな四騎士。要はそいつがソピアコアとやらを握ってて、欲しけりゃ力ずくで取りに来いって言ってやがるんだろ。面白えじゃねえか。俺が言ってやる。文句はねえよな。うん、よろしいでしょう。では選定者と殉教者荒木、お二人に向かっていただきましょう。さあやろうぜ。覚悟を決めるんだ。